はい、こんにちは。フォトジャーナルプレスのゆうです。本日からね、ソニーのシネマラインのカメラ FX3 がソニーストアで展示開始してましたので触ってきました。で、今帰ってきてね、撮影してるとこなんで、もう外が暗いんで、いつもね朝撮ってるんで、いつもよりかね、ちょっと環境が暗いので映像にノイズとかね乗ってるかもしれないんですけども、ちょっとご了承ください。で、 FX3 を見てきたんですけども、まあ、前回のね発表された時にアップした動画でも伝えたんですけども、もう中身はねこの α7S3 とほぼ同じと言ってもいいぐらいです。中身ですね、まあ、唯一違うのが、不要 FX3 と α7S3 のねスペックの比較表を僕のブログでちょっと作ったんですけども、まあ、S シネトーンも前日入りましたので同じですね。まあ、スペック的に違うのはね、この検出輝度範囲ですね。 FX3 の方が EV-3 から20に対して、こちらのね α7S3 の方が EV-6 から -20 となっています。でね、 EV って何かっていうと、こちらのサイトにね詳しく書いてるんですけども、またね概要欄にこのリンク貼っておきますね。で、 α7S3 が -6 からなので、この表を見ると EV の明るさですね、-4 までしか書いてないんですね。で、-4 が星空の下でも、まあ、映せるという感じなんですけど、その -6 なので、さらに暗いところでもこの α7S3 は映せます。で、一方のね FX3 の方は EV のね輝度検出が -3 だったので、このおぼろ月夜というところですね、この明るさから真夏のビーチ以上っていうような明るさで撮れるっていう感じで、実質その数値的にはこの α7S3 の方が暗いところでも輝度検出できるっていうような性を持っています。で、これはねソニーストアの方でも確認したんですけども、まあ、スタッフの方も、まあ、そこはね A というような感じで軽く返事いただきました。まあ、それ以上のことは伝えてもらえなかったんですけども、この α7S3 の方がその輝度検出は優れてるということです。まあ、性能的には違いはそのくらいですね。あとはね、もうその冷却ファンが FX3 について、まあ長時間 4K の 60p でも熱暴走せずに撮影できるっていうような感じと、あとはねよりね動画に適したボディ構造、ボディデザインになっているということですね。で、これ電源つけてるとこなんですけども、電源ボタンが左の方に来てます。はい、パッと見ね表示画面も一緒ですね。で、ずっとねタッチパネルとかもできます。で、メニュー画面も並びはほぼ一緒です。まあ、これねちょっと全部メニュー画面をチェックしたんですけども、こんな感じですね。まだちょっと α7S3 と見比べてないので、どこが違うかはちょっと見てないんですけども、こんな感じでメニューが並んでます。これは α7S3 と同じ並び方です。で、モード切り替えはこんな感じですね。まあ、ZV-1 みたいな感じですね。ボタンを押してモードを切り替えるという感じです。物理ダイヤルのモードダイヤルがないって感じですね。で、レックボタンを押すと、ここでタリーランプが光ってくれます。まあ、押し忘れとかね、間違いのないような確認することができます。で、ハンドル付きの XLR アダプターですね。アダプターですね。これがねやっぱり S3 と大きな違いですね。ファインダーがない代わりに、まあ、この XLR ハンドルがついたという感じですかね。で、持ってみるとね案外軽いですね。持ちやすいですね。で、これが前面になるんですけども、まあ、前面にもねこれレックボタンついていて、なんかここについているレックボタンとは感触が違ってましたね。で、これがシャッターオンです。シャッターオンはね α7S でこんな音なんですけども、
またね違った音でしたね。今までに今までのアルファのミラーレスでは聞いたことないような音でした。メカシャッターとかね入ってるので同じ仕様なので写真も撮れます。で驚いたのがこのズームですね。このアルファ 7S3 の電源ボタンのところがズームレバーになってるんですけども、ここで超解像ズームができるんですけども、まあ、単焦点レンズも、まあ、簡単にねここでレバーですぐにズームすることができます。これ結構便利だなと思いました。まあ、超解像ズームなので 1.5 倍までズームすることができます。であとねこの録画してる時の時間の経過が秒のねコンマですかね、そこまでね表示してましたね。細かくやっぱり動画向けなんだなと思いましたね。これは、はい、でね、これが S3 と FX3 並べたところですね。僕の右側が僕の S3 で左側が FX3 です。まあ、大きさはねそんなに変わらないですね。まあ、ファインダーがあるかないかぐらいですかね。で上から見たところですね、奥行きはねやっぱりこの冷却ファンがついていることによって厚みはありましたね。まあでもね実際ねグリップとかは結構この S3 より大きいので、まあ、安定してね持つことができますね。で重さもねそんなに重たく感じなかったですね。でバリアングル液晶ですね。でこれ録画のねタリーランプ全て点灯か全面のみとか全部消すとかできます。でファンの音オートとか最小、まあ、記録時はオフとか常にオフとかできるんですけども、まあちょっと店内がねストア内が音楽かかってたので撮影録画してみたんですけども、ファンの音はあんまり聞こえなかったですね。まあ、現場で試してみないとわからないんですけども、こういった感じでファンのところに耳のところにねファン持っていっても音はしなかったですね。でこれがカードスロットですね。 S3 と同じです。はい、でこれが端子類ですね。 A タイプの HDMI とかイヤホンジャックとか全部同じですね S3 と。でボディの質感はまあね触ってみるとねそんなにこの α7S3 と質感は変わらないです。でホームページにも書いてますけども、ここね高い堅牢性を実現するフルマグネシウム合金ボディということで α7S3 も同じボディですね。でこれもねストアの人に、まあ、プロ用なのでよりね堅牢なボディなんでしょうかっていうふうに聞いたんですけども、この α7S3 と堅牢性は同じだそうです。その防塵防滴に関しても同じだそうです。はい、ソニーストアでね約10分間触ることができたんですけども、見てきたところはこんな感じですね。でやっぱりねこの α7S3 と中身はもうほとんど同じなんですけども、やっぱボディのねデザイン、ボタンの配置とか冷却ファンとかファインダーがなかったりとか、まあそういったところはねよりね、まあ、動画を撮る人に向けてねデザインされたボディになっていると思います。まあ、なのでね、まあ、動画しか撮らないっていう人はこれからね購入される方は、まあ、FX3 非常におすすめかなと思います。で僕なんかはね写真とか撮るのでこのファインダーが必要になってきますので、やっぱりこのミラーレスのデザインの α7S3 がいいかなと思います。で写真とかね動画もすぐに切り替えれますので、あっちはねボタン入ってメニュー変更しないといけないのでなかなかね変更しにくいんですけども、写真もね動画も撮るという方はこの α7S3 の方がおすすめだと思います。まあ、簡単な仕様なんかはね前回の動画で伝えてますので、まあ、そちらを見てもらえたらなと思います。はい、本当にね FX3 はやっぱり一人でね映像とか作っていく人にはかなりおすすめのカメラになってるんではないかなと思います。はい、ということでね今回はソニーストアでね FX3 を見てきましたという動画でした。何かね質問とかありましたらコメント欄いただけると分かる範囲でお答えしますのでお待ちしております。はい、それではね本日の動画は以上になります。ありがとうございました。